ご注意ください。前回お伝えいたしましたが、この話はいい意味ですが、驚くべき内容となっております。高橋真治先生を信じない方、スピリチュアリズムを信じない方、また、既存宗教のみを信じて努力されている方は、ご視聴されない方が賢明です。 人間は皆神の子ですここで言う神とはオウム神霊のことです人間だけでなく動物植物鉱物に至るまで大宇宙のあらゆるものが神によって作られましたみんな神の子です決して 偶然できたのではありません。それぞれ何らかの役割を期待されて作られたのです。大宇宙全体がオウム神霊の体です。銀河系宇宙がいくつか集まり、臓器や器官ができています。銀河もそれぞれ果たすべき役割があって作られたのです。 銀河の中の恒星や惑星はその細胞です。太陽系の惑星にもそれぞれの役割があるのです。神は自らに似せて人間を作りました。人間は個性、自由意志、想像力を持つ永遠の魂です。皆個性が違っていて同じ魂は一つもないのです。 どんな個性を込められて何を期待されているのでしょうか。それは様々な経験を積む中で自分で探すのです。魂の長い道のりは自分自身と出会う旅でもあります。オウム神霊も個性を持っています。もう一度言います。大宇宙はオウム神霊のお体です。 そして人間の体はオウム宇宙に似せて作られたのです。巨大な人間の姿をしたオウム宇宙があります。またそのような宇宙は他にもたくさんあるのです。それら一つ一つが個性を持っているのです。オウム宇宙は特に愛を表現する宇宙です。 他の宇宙は何を特徴とする宇宙でしょうかあまりにも遠大な話で想像できないかもしれませんが、大宇宙はそのように存在しているのです。人間、一人一人には自由意志が保障されています。自由には責任が伴います。 心の中に思うことによって宇宙全体に何らかの作用を及ぼしているのです。マルデックのことを思い出してください。火星と木星の間にあったマルデックという惑星が砕け散ってしまったのは、マルデックの人々が出すマイナスの壮年エネルギーが隕石を引き寄せてしまったことが原因です。 マイナスの方向としての力も現れますが、プラスの方向に集中させても大きな力になるのです。地球心霊が期待しているのは、地球人の想念エネルギーをプラスの方向に向けることです。プラスの方向とは、神が望まれる愛の方向です。神は、 神の思いによって大宇宙を作りました。スケールは違いますが、人間も神と同じ想像力を持っています。今の文明では、地上で想像力を表すことを封印されています。ですので、皆さん、自覚できないだけです。霊界では、思うことが行うことであり、 思うことで、あらゆるものを想像できるのです。初期の地球でブッダが様々な生物を作りました。ブッダは、思念の中で生物をイメージし、それを霊界で魂として想像し、そして地上の生物に宿らせます。これは、神の想像原理と同じです。今の時代では、 地上で物質化現象は行うことは難しいです。イエス・キリストが見せた物質化現象は人間にも神と同じ想像力があることを地上で示したものです。オウム宇宙の体である三次元の宇宙はまだ成長期なので膨張していますがどこかで 成長は止まります。この三次元宇宙にも終わりがあるのです。ですが、オウム心霊自体の生命は永遠です。三次元の肉体の人間が終わっても、魂には終わりがないように。オウム心霊も永遠の生命を持つエネルギー体なのです。オウム心霊は 愛のエネルギーそのものです。オウム心霊ご自身も愛を表現しながら無限に進化しているのです。神の愛のエネルギーは光としてオウム宇宙全体に送られます。巨大な神の光の本流がまず銀河神霊に送られます。銀河神霊はそれを分けて 各恒星に送るのです。太陽系では聖アントニウスがその光を受けます。それをまた聖アントニウスが分けて各惑星に送っているのです。地球では地球神霊がその光を受け止めています。神の光は愛のエネルギーですが、そのままではエネルギーが大きすぎて人間が受け取ることが できないのです。ですから実際は地球のくじ元霊界で7色に分けています。ペガサスからの第移住後、地球くじ元霊は10人になっています。7色に分けた光をくじ元霊たちが各色の担当を決めました。その各光線には、 それぞれ所属する霊団があり、自分の担当する色の霊団にエネルギーを送っているのです。人間の魂はどこかの霊団に所属しています。それは自由意志で変わることもあります。くじ元霊にもなると、自分がどのような個性を込めて作られた魂かということはわかっています。 自分がどの色の光線の役割を担当すべきか知っているのです。実際は、く次元霊は一つの光線だけでなく、複数のものを担当する能力を持っています。地球く次元霊の10人は、それぞれ出身母性が違います。話し合いで担当光線が決められました。 最も古くから地球にいるブッダは黄色光線を担当することになりました。黄色は黄金に近い色で法の色です。法は神の断りです。オウム宇宙の普遍の真理を表すのが法です。アモールは白色光線で愛を担当します。アモールはイエス・キリストと 言った方がわかかりやすすいですかアモールというのはもともと銀河神霊であるアガシャーという方のエネルギーの一部なのですアガシャーという方の巨大なエネルギーを9次元レベルまで落としたのがアモールという方の魂です銀河神霊はオウム宇宙の心臓の部分です 当然、アモールは愛を表す白色光線を担当することになりました。モーゼは正義を表す赤色を、セラビムは紫色を担当しました。紫色は秩序や霊節を表す色です。4人の担当はほとんど自動的に決まりました。ベーエルダから来たエルランティは、 他の九次元霊よりもエネルギーが大きいため一つの光線を担当しておりません。エルランティは地球心霊から降ろされた神の光を分裂す、分光する役割をされています。プリズムの役割といった方がわかりやすいですかオリオンからの三人の九次元霊、マイトレイヤは 実は、オリオンのブッダと呼ばれ、オリオンでは法を担当していたのですが、地球にはすでにブッダがいたので、エルランティの補佐をすることになりました。マイトレイヤーという方のエネルギーもとても大きいのです。他の二人、マヌが芸術の緑色、カイトロンが科学の銀色を担当、 芸術と科学は違う分野と思うでしょうが、本当はとても近いのです。実際彼ら二人は地球に来てもとても仲がいいのです。ペガサスから来たくじげん霊は二人です。ゼウスとゾロアスターです。ゼウスは芸術が得意ですが、マヌがいることと 青色を担当する者がいないというので、緑と青の両方を担当することになりました。青は知性を表す色です。ゾロアスターは担当する色を持ちませんが、赤色に属しています。オウム宇宙で法則と呼べるものはそんなに多くありません。代表的な法則が 原因、結果の法則です。すべてのことは原因があって結果があるということで、当たり前と思われるでしょうが、あらゆることには、その結果をもたらした原因がその前に存在するということです。あることが原因となって出た結果は、次の原因となります。その原因がまた結果を生み出します。 原因と結果が永遠に繰り返されているのが大宇宙です。大宇宙を作りたいというオウム神霊の思いが最初の原因となり結果としてビッグバンが起こったのです。すべての魂には自由意志が保障されています。どんなことを思っても自由です。しかし、 それによってもたらされる結果に対しては責任を取らなければなりません。蒔いた種は刈り取らねばならないのです。悪い種を巻けば悪い実がなります。それを食べなければなりません。愛の思いから発せられた言葉や行為は愛が返ってきます。その間にそれが 理解されようがされまいが、どこか他のところから自分に愛が帰ります。ただし、今回の人生で帰ってくるとは限りません。しかし必ず帰ってきます。それが法則というものなのです。もう一つ、波長同通の法則というものがあります。 波長の同じもの同士は引きつけ合い、違う波長のものはりぞけ合う。これも大宇宙の法則です。類は友を呼ぶのです。思いはエネルギーであり、方向があります。同じ方向の思いは互いに引き寄せ合い、エネルギーが増大します。方向とは神の方向か、それとも 神とは反対の方向かです。神の方向は愛にかなう方向です。その方向に思いを向けると、同じ思いの人を引き寄せるとともに、神の愛のエネルギーも引き寄せることになります。そのような人の周りには同じような愛の思いの人々が集まります。神の愛のエネルギーによって増幅され、 大きなエネルギーとなりな、なります。神の愛の波長と同通しているからです。逆に、人を騙したり、憎んだり、妬む思いは、神の愛の逆方向の思いです。そのような暗い思いは、神の愛のエネルギーを引き寄せることはできません。波長が全く違うので、同通できません。 そういう人は同じマイナス想念の人々を引き寄せる結果になります。地上三次元の世界ではそれほど波長同通を身近に感じることはないでしょう。波長の違いがあまり表に出てこないからです。しかし霊界では個人の魂の波長の違いははっきりしています。 霊界では波動や波長そのものが個人の魂を表しているからです霊界は複雑な多重構造をしています三次元に生きる人間が霊界を理解することは実に難しいのですが多重構造の霊界を縦横に分けてみましょう 横方向の分類は色で分かれます。芸術思考の魂は緑色光線の霊団。知性重視の魂は青色光線の霊団。芸術の中でも絵画や音楽など表現方法の違いで霊団が分かれます。青色光線に所属するものでも哲学系の村、社会学系の村、 歴史学系の村と分かれます。自分は芸術家と思っていても、学者村の方が合っていると思えば、緑ではなく青色光線に入る人もいます。またその中間あたりに存在する村もあり、みんな波長同通で集まっているのです。霊界の縦方向は波長の精明さで分かれます。 上に行くほど精妙なのです。九次元は人格霊としては最も精妙な波長の魂たちです。地球霊界では九次元と呼んでいますが、他の惑星ではまた違った呼び方をされています。地球では物質世界、つまりこの世を三次元と呼び、その延長であの世としての霊界を 四次元から九次元に分けています。実際は波長の生命さんによりもっと多くの霊域に分かれています。地球霊界は特に上下の幅が大きいのです。それだけ多種多様な魂が存在する惑星が地球ということです。惑星によっては地球でいうところの 九次元から七次元に相当する魂だけしかいない惑星もあるのです。九次元は人格霊の中では最も神近き存在と言えます。九次元霊は神の力を引いてくることができる人たちです。地上に降りた時も必要に応じその力を使います。イエス・キリストのように人間から見れば 奇跡のような現象を起こすこともその理由からです。重要なことは、九次元霊たちは、神の愛の方向のみにその力を使うということです。だから、巨大な力を引くことが許されているのです。八次元は如来界とも呼ばれています。八次元の最上段階から九次元までは、他の 天体とも帯状でつながっていて、そこを宇宙海と言います。彼らは他の惑星の人々とも自由に連絡を取り合うことができます。ベエルダから地球にやってきて特に功績が大きかった七大天使と呼ばれている魂たちがいるのは七次元です。六次元は狭い意味での深海です。 六次元から上の霊界を天上界と呼んでいます。六次元には書店前人と呼ばれる神々がいます。不動明王や美写門天などもこの霊域に存在しています。普通、六次元以上の魂たちがこの地上に降りて神の使者として仕事をするとき、彼らを光の天使と呼んでいます。 全身全霊を込めて他の方のために尽くすのが7次元の霊たちです。6次元は専門家集団で7次元に比べると少し愛が足りません。しかし、彼らは自分の専門についてはとても詳しいのです。霊界でも学者村を作ってそれぞれの専門について研究しています。 五次元は狭い意味での霊界です。五次元の霊たちは最低限神の存在を知っている魂です。四次元は、いわゆる誘拐で、多くの人々がこの世を去った時、しばらくとどまることが多い霊域です。神の光の愛のエネルギーは、 地球霊界全体に送られてきます。しかし、愛の思いに逆行するような思いを持ち続けると、波長同通の法則により、神の光が避けて通るようになります。通り過ぎてしまうと言った方がいいかもしれません。ベールだからの移住から1億年くらい経つと、暗い壮年のものが出てきて、霊界の中に、 神の光を刺さない霊域が出現しました。自由意志が保障されているのです。どんな思いを抱いても自由です。しかし地上で愛に逆行する思いを持って生きた人がこの世を去った時に、そのままは元にいた霊域に戻ることはできません。霊域の波長が違ってしまっています。 その人は暗い霊域に留まることになります。そんな人が増えてきました。暗い霊域を拡大するようになりました。地獄界が始まったのです。地上での自由意志を乱用する者が増えた結果、同じ波長の者のが神の光を遮る霊域を作り出したのです。 地獄界では原因結果の法則と波長同通の法則によりできた霊域です地球九次元霊や神が望んで作った霊域ではありませんペガサスからの移住以降地球環境が整い三次元の地球世界がとても住みやすい場所になってきましたしかし 霊界が本来の世界で、地上は一時留まる場所に過ぎません。ですがそのことを忘れ、地上の物質に執着を持つ者が増えてきたのです。衣食住が事足れているにもかかわらず、他人より豊富に持ちたいと思う人間が増えてきたのです。さらに、愛されたいという気持ちが先行し、物をたくさん持つほど、 より愛されると勘違いしました。神の愛とはかけ離れた方向でした。地獄界は四次元誘拐の一部にできたにすぎませんでした。そこで地上での思いや行いの間違いを認めて詫びて反省することで神の光が差すようになり抜け出すことができる、いわゆる病院のような場所だったのです。 この世を去って霊界に戻るとき、霊界に直行する場合と、地獄界に直行する場合と、その他の場合があります。その他の場合が最も多く、四次元霊界にしばらく留まるのです。そこで自分の人生をドラマのように見ることになります。自分の一生がこと細かく映し出されます。 自分の都合の悪いところも良いところもあらわになりますそして「あなたの人生はどうでしたか?」と質問されますどれだけ人のためになっただろうかどれだけ親切にしたかマイナスの多い人生の場合地獄で反省することになりますこれは自ら納得して地獄に行く場合とどうしても 行かざるを得ない場合があります自分で納得して地獄に行く場合の方が早く抜け出せるようです人の一つの人生を振り返ってみると同じような間違いをしてしまうことが多いのですその人特有の癖があることに気がつきますその癖を直すことが その魂の課題となります。その課題のことをカルマと呼びます。カルマは前世から持ち越された宿題です。この世に生まれる前にある程度の人生計画を立てます。その時にカルマが解消できるような設定をすることが多いのです。三次元で作ってしまったカルマは三次元で クリアしなければなりません。それがカルマの法則です。原因結果の法則の一つと考えることもできます。ペガサスの移住からしばらくすると、他の惑星からの寄せ集めではなく、地球オリジナルの魂も作ろうという エルランティの発案で、地球霊界にパイトロンという巨大な装置が作られました。パイトロンは神の光を増幅する装置です。すでに地球にいる魂にパイトロンで増幅した神の光を照射し、新たに5人の魂を作ったのです。元の魂を本体、 新たにできた5人は分身です。この6人グループを魂の兄弟と呼びます。他に魂の分霊があります。地上での魂経験を重ねるうちに霊界における魂のエネルギーがどんどん大きくなる場合があります。神が望まれる方向に努力するうちに 波長同通で神のエネルギーを引き寄せ、結果、魂自体のエネルギーの量が大きくなるのです。その場合、魂の分霊現象が起こることがあるのです。本体から魂が分かれることがあるのです。本体から分かれた魂を分霊と呼びます。この分霊は先ほどの 分身とは異なり、独立した魂となります。分霊が魂グループを本体とは別に形成することがあるのです。魂の6人グループ、分身の話に戻します。魂の兄弟の一人が地上に生まれると、他のものは地上に生まれることはできません。その代わり、 一人の地上での経験は、魂の兄弟たちの間で共有することができます。そのようにして順番に地上に生まれて、霊界に戻るという輪廻転生のサイクルができました。すべての魂がこの方式で転生するわけではありませんが、効率的に経験を積む地球オリジナルな方法として採用されました。 ただし、もし一人が地獄に留まってしまうと、もちろん本人は地獄から地上に転生できませんが、魂の兄弟たちも地上に転生できなくなります。その一人が地獄から戻ってくるのを待たなければならないのです。しばらく待っても戻ってこないとなると、その魂だけを切り離して、グループの 再編成を行うこともあります。他の魂たちが全く地上での経験ができなくなるからです。実は、パイトロンでできた魂たちは波長の精妙さという点で本体より劣っていました。それで、地獄に留まる魂は分身が多かったのは事実です。結果として、 パイトロンによる魂の増加が地球地獄界の拡大の一因となりました。地獄に留まってもなかなか反省できないものが出てきました。霊界にいる魂たちは本来神の光から活動エネルギーを得ています。しかし自らの思いにより神の光を拒否する者は 地上に生きる人間たちからエネルギーを得ることになります。地上で同じように、暗い思いを抱く者に波長同通で近づき、その者のから生体エネルギーを吸い取るのです。憑依という現象です。一年三千という言葉があります。人の心の針があらゆる方向に向かうことを意味します。 地上で生きていれば人の思いは刻々と変化します。人間は日常の様々な出来事に対し、喜怒哀楽を繰り返して生きるのが普通の人生です。ただ、心の針が一つの方向に向かいやすくなることがあります。その方向が明るい愛の方向であればいいのですが、暗い方向の場合は問題です。 他人を妬んだり、恨んだり、敵意を抱き続けるような場合、その思いと同通する地獄霊が憑依しやすくなるのです。さっぱりした性格の人は憑依されることはありません。さっぱりした地獄霊はいませんから。じめじめと同じことを思う陰湿な性格の人は危ないです。 地獄霊はみんな陰出だからです。地獄の世界が苦しく、エネルギーを得るために地上に出て、憑依するものばかりではありません。積極的に地上の人間たちを混乱させようとする地獄霊も現れてきました。悪霊です。悪魔とも言います。今から一億二千万年前、 その魔界である地獄界があまりにも拡大し、地上の人間に対する影響が甚大になってきました。天上界としても対策を考えなくてはいけない状況になったのです。九次元霊界で対策が話し合われました。すでにミカエル大天使やその仲間が地獄に着き、説得を繰り返していましたが、 聞き入れてくれません。攻撃されることもあり、地獄拡大を止められませんでした。しばらくして、アモールから対応策が出されました。それは三つの提案からなっていました。第一の提案は、地上に生きる人間の霊道を開くことを原則禁ずる。 とということでした霊道を開くとは霊能力を発揮するということですそれまでは地上に肉体を持っていてもある程度霊界の者たちと交信ができその人の得意とする霊能力を使うことができたのですそれを禁じようというのです霊道を開いた状態で心のコントロールができないと危険なのです怒りや 恨みの思いが出てしまうと、それらに応じた悪霊が近寄ってきます。そして巧妙にその人の心に入り、正常な判断ができないようにしてしまうのです。霊道が開いていると、憑依されやすくなるのです。心が乗っ取られます。霊道が開いていなければ、憑依されたとしても、 完全に心が乗っ取られる状態にはなりにくいのです。光の天使たちが地上で霊能力を駆使して人々のために特別な使命を果たす場合は例外的に認めることにしました。第二の提案は地上に生まれた人間に必ず一人の守護霊をつけることでした。守護霊は地上の人間を 悪霊から守る役目をします霊で。霊道を開かないと、天上界との自由な行進ができなくなります。そこで、地上の人間に守護霊がインスピレーションを起こり、起こり、間違った方向に行かないようにするのです。普通、魂の兄弟の一人が守護霊となります。次に生まれる予定の魂が、 担当することが多いです。また、地上の人間の使命が大きい場合は、指導霊というものがつくことになりました。そのものが生まれる前にいた霊域に応じて霊格がありますが、指導霊はその人よりも霊格の高いものが担当することになりました。もちろん、地上での使命を果たすのに適した指導霊がつくのです。 第三の提案は、大指導霊が定期的に地上に生まれて、地上の人々を指導するというものでした。霊道を閉じてしまった地上の人間たちが、天上界のことを忘れないようにするためです。大指導霊とは、九次元霊とは限りませんが、九次元霊が生まれる場合は、宗教的指導をすることが、 多くなったのですアモールのこの3つの提案は他のくじ元礼たちの賛同を得られ実行されることになりました実は1億年以上経った今も守られていますアモールの3つの提案は最悪の時代を防ぐことの対策として成功しましたしかし 弊害も明らかになりました。霊道を開くことを禁じたため、人間たちの物質に対する執着が大きくなりました。霊界は実在界と呼ばれ、本来の世界にもかかわらず、霊界の存在自体を信じる心が減ってしまったのです。この世が全てだと考える人間が増えました。そのための 第3の提案である大指導霊たちが地上に生まれ法を解くのですが、彼らも天上界にいる時と同じ認識力で法を解けるわけではありませんでした。地上に降りると認識に限界が生まれ、どうしても自分の得意分野の祝祭が濃い法の解き方になってしまったのです。 すると地上の人たちの中に混乱が起きます。本来、天上界は一つで、どの指導霊も同じ天上界から地上に生まれてくるのですが、地上で解く方が微妙に違ってしまいました。それが地上の人間には全く違った方として捉えられてしまったのです。 結果的に前に説かれた方の信奉者たちと新たな方を信じようとする者たちの間で争いが起きました。地上での宗教間の対立です。その宗教間の争いに乗じて地獄の霊が闘争心を燃やしています。もちろんこのようなことを指導霊たちは 望んででいいないのです他から見たら九次元霊たちは皆全知全能の神のような存在です何でもしようと思えばできるのですが十人の中で専門分野を分けて担当しています九次元霊たちは定期的に地上に生まれて地球人たちを指導しますが 前もってどう指導するか綿密な計画を立てますしかし10人で話し合っても結論が出ない時は23人が責任者となり指導目標を決めて一つの文明を起こすために地上に生まれることにしましたパイトロンで増やしただけでなく他の惑星からの魂も 大量に受け入れたため、地球霊界の人口は爆発的に膨れ上がりました。他の惑星から地球への移住を希望する場合、前もって地球で学びたいテーマを決めて申請します。宇宙連合を介して申請が地球心霊に送られてきます。自ら申請したテーマについて、 ある程度地球で学び終えたところで母性に帰るという短期留学型が一般的です。実際一つの惑星でこれだけ様々な学びができる惑星というのは他に例を見ないのです。地球への留学はそれだけ人気が高いのです。短期留学といっても 地球で何回か転生しますので、最低でも数百年という長さの単位になります。増え続ける地球霊界人口に対応し、九次元霊たちは地球人の肉体寿命を短くしました。一回の地上での転生を短くすることにより、より多くの魂たちに 地上での経験を済ませようということなのです。200年以上あった肉体寿命を100年以下にしました。それは9次元例にとってそう難しいことではありませんでした。本当なのです。地上の人間の寿命が100年も持たないというのは他の惑星では大変珍しいことなのです。 他の惑星では地球のように多種多様の魂を受け入れ一つの理念にまとめ上げるということはしません。地球での試みはまさにとても珍しい実験なのです。異星人たちからは本当にうまくいくのだろうかと興味本位で見られているところはあります。しかし、地球心霊をはじめ 地球九次元霊たち、そして地球創生の時からずっと協力してきた宇宙連合の異星人たちは、なんとか地球での試みを成功させたいと願っています。九次元霊たちは指導目標を決めて文明を起こしますが、ある程度の時間が経つと地上の人間たちが出す、 壮年の曇りが大きくなってきます。それらの壮年エネルギーは、オウム宇宙の愛のエネルギーとは異なり、合の想念と呼ばれ方向が違うのです。その業の壮年エネルギーの曇りが地球を覆うようになると、地球心霊はそれを振り払うために、体の向きを変えたり、ブルッと体を震わせたりします。 それが地上の人間に天変地異という形で降りかかるのです文明が乱熟期になると大地震が起きたり大陸が沈んだりすることが多いのはそのためです結果的にその大陸に生きていた人々の命が一度に奪われることになりますしかしその結果を招く原因となったのは その大陸に生きていた人々の豪の想年の集合エネルギーなのです。地上の肉体の命など永遠の魂からすれば一瞬に過ぎません。ですから、かわいそうだとは思っても、それで終わりではないので、仕方なく体を動か,動かして振り払っているのが地球心霊たちなのです。 それ以外に、ポールシフトといって、地球の自転軸が変わることがあります。地球がくるっと回るのです。これは、地上の人間たちの想念とは無関係に一定の周期で起こります。実は、太陽からの指令で、太陽系の惑星全部が一斉にポールシフトを起こすのです。 温暖な気候で文明が開花している大陸が突然極地となり凍りついてしまったりします。ポールシフトの場合も文明の多くは終焉を迎えることになります。それでは次回。現在ではなくなってしまった地球の大陸と文明ゴンドワナ。 レムリア、ムー、そして直前のアトランティス文明についてお伝えすることにしましょう。今回はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。失礼します。